沙織選手です。女子ハーフパイプ競技に出場されました今井久瑠実選手のお父様、今井義行様です。お二人は今回の平昌オリンピックのほかワールドカップなど数々の国際大会でご活躍をされています。今井様、拍手をお願いいたします。表彰状、市長表彰、岩渕香織様、あなたは第23回オリンピック冬季競技大会2018平昌スキージャンプ個人ノーマルヒル競技に出場され、本市のスポーツ史に輝かしい足跡を残されました。よってその功績をたたえ表彰します。平成30年3月29日ウェルス賞を贈呈。表彰状、市長表彰、今井久瑠実様、あなたは第23回オリンピック冬季競技大会2018平昌スノーボードハーフパイプ競技に出場され、本市のスポーツ史に輝かしい足跡を残されました。よってその功績をたたえ表彰します。です。皆さんどうもこんにちは。大変年度末ということの中で大変ご多忙の折、このように大勢の皆様にご参集をいただきましてありがとうございます。まさに皆さんも同様にこの平昌オリンピック感動ですね、また喜びもひとしお、そんな場面がいくつかございました。日本選手の大変な活躍ぶりには毎日ですね、夜遅くまでこうテレビにしがみついて、見たことをつい本当に、2、3日前のような感じでございます。そんな中、岩渕選手においては先週末までですねワールドカップで転戦されまして、昨日ヨーロッパから帰国されたばかりとお聞きしておりますし、今井選手におかれましてはつい先日まで県外のスキー場で大変熱心な練習をされておられたわけでございます。先ほどお話しあった通り、今日体調不良ということで、新聞でも出てた通りご案内のことでございます。大変我々も期待しておったんですが、調整はかどらずということで、お父様にご出席をいただきました。しかしテレビでこのお二人のご活躍ぶりについてはしっかりと拝見をさせていただきました。手に汗を握りながら頑張れ頑張れと、心の中でつぶやいておったところでございます。改めてこのオリンピックの持つエネルギー、
人々に与える感動の大きさ、そういうものを感じたところでございます。ところで今シーズンにおいて両選手におかれましては、このオリンピックだけではなくワールドカップなどの大会でも大変活躍をされました。例えば岩渕選手においては女子団体のジャンプのメンバーとして2つものですね金メダルを獲得されておられます。今井選手におかれましてはやはりこのワールドカップで複数回の入賞のほか、先月の全日本選手権においても準優勝という素晴らしい成績を残されました。改めてこのようなご活躍には敬意を表させていただきたいと思います。本日はご来賓といたしまして、上田市議会議長小林貴俊様にお越しいただいております。皆様こんにちは、上田市議会議長の小林貴俊でございます。お二人にとってオリンピックは大きな夢の舞台であったことと思いますが、私もお二人の躍動する姿に大変感動し、また本当に誇らしく思いました。2月12日は私もお二人に対しテレビの前であらん限りの声援を送っておりました。この前もそんな話をしたわけでございます。しかし自然環境、競技環境はなかなか厳しいとの報道を何度も聞きました。残念ながらメダルとはならなかったかもしれませんが、テレビの前で惜しみない拍手を送っていた市民が大勢いたことを忘れないでください。4年後には北京冬季オリンピックが待ち構えています。これからも練習に励まれ、その成果をぜひ北京オリンピックで発揮されることを期待をしております。本日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。報告としましては、まず結果の方から、オリンピックは12位、今シーズンはワールドカップの総合ランキングが16位という結果で終わりました。先日25日に全ての競技が終了して、昨日帰国したところです。本当に今シーズンも怪我なく過ごせたこと、最後まで頑張りきれたことを皆さんに感謝したいです。ありがとうございます。壮行会内定が発表された時から、長野に帰ってくることができずにいて、壮行会にも出席できなくてとても残念でした。父から、壮行会の様子を聞いたり、皆様のメッセージが書かれた日本の国旗も見させていただきました。とっても感動しました。直接皆様にご挨拶がしたかったので、今日はここに来れてとても嬉しいです。ありがとうございました。もう少し喋っていいですか？すいません。はい結果は12位、オリンピック、私にとって初めてのオリンピックは12位という結果で、すごく想像していた結果というか、目標としていた結果とは程遠く、内容も全く納得のいくものではなかったです。悔しい思いをして帰ってきました。ただ行ってみないと分からなかったことが経験できたし、私にとってはこのオリンピックという舞台を経験できたことがすごく私の人生においても大きな影響力のある大きな出来事だったかなと思ってます。オリンピックでは六文銭のペイントされたヘルメットをかぶって飛ぶことができました。何か上田市を象徴するものを身につけて飛びたかったので、そのヘルメットを使って競技に臨めたことはすごく嬉しかったです。
私にできることはすごく少なくて、とにかく選手でいる以上は結果を出さなくちゃいけないかなと思っています。それがこのあと今頑張っている上田市のウィンタースポーツの後輩たちに何かいい影響があればなと思っております。先ほど市長もお話ししていたんですが、目の前で高梨選手のメダル獲得の瞬間を見て、私もメダルが欲しいと思いました。北京までまた4年間頑張りますので、今後もよろしくお願いします。皆さんこんにちは。本来であれば、くるみがこの場に来て、皆様に、報告をする、市長から、表彰を受けるということだったんですけれども、先週の日曜日に、トレーニング中の衝突事故で、怪我をしてしまい、今日ここに来れなかったことを、深くお詫び申し上げます。で、くるみから、手紙を預かってきましたので、それを代読させていただきたいと思います。本日は怪我によりご出席できず、とても残念に思います。申し訳ありません。初めてのオリンピックは自分が想像していたよりも注目度、規模の大きさ、観客の多さなどが普段と違い、そして何より自分の滑りを世界中の人に見ていただける大舞台でした。結果的にはすごく悔しい形で終わってしまいましたが、たくさんの方からかっこよかった、勇気をもらったなど声をかけていただき、自分の人生の中で忘れることのできないとても大事な第一歩になったかと思います。本当に楽しく短くとても濃い時間でした。今回の悔しい気持ちを糧に、また4年後の北京オリンピックに向けて、一日一日を大切に成長し、次はしっかりと結果を残せるように励んでいきたいと思います。最後になりますが、この場をお借りし、今井選手を応援する会の若林会長をはじめ皆様のご協力があり、海外遠征をスムーズに行え、練習することができたこと大変感謝しております。また飯沼自治会の皆様も、パブリックビューイングなどを、していただき、たくさんの方に応援していただきましてありがとうございました。そして、上田市民の、たくさんの応援、本当にありがとうございました。先ほどでも冒頭にね、次なる目標ということでお話がございましたよね。岩渕選手においては4年後は目指すと、ここ断言されたと、そういうことですよね。皆さん聞きましたよね。4年間というのは非常にね、長いと思います。4年間で行うべき自らの目標みたいなもの、こんなものを今井選手、お父さんになっちゃうんだけど、ご本人の代弁者として、ね、やっぱりまだ4年後はどうするか当然と思うんですが、誰で大会目だったら、大きな大会目指されると思うんですけど、今後4年間これ卒業ですよね、高校生。今後のその行き先、どういうことになっておられるのか、ちょっと私にとっちゃいけない、その辺についてこう触れていただければ、ありがたいです。はい、4年間、次の4年間も想像してみると長いとは思うんですけど、ソチオリンピックに、前回のオリンピックに出られなかった時、あの年から今年の平昌オリンピックまでの時間を考えると本当にあっという間で、おそらく考えている以上にあっという間に過ぎてしまう4年間だと思います。今シーズン出た反省としては、 たく
くさんあるんですけど、はい、もう心技体ともに全てがやっぱりメダルを取るには至ってなかったんだなというのを まとめると、もう全てにおいて改革が必要だなと思っています。4年間の中で一番大切というか大きく変えていける年がやっぱりこの次の1年間だと思うので、まずトレーニングからしっかり変えることと、ちょっと道具の違いとかも試しながら過ごしていきたいなと思ってます。これからの4年間は、やっぱりオリンピックを終わってやっぱり自分に足りないもの、くるみの滑りで言ったらやっぱり高さだったり、スイッチの滑りだったり、逆方向に進む方の滑りを強化したりして、次の北京を目指せればいいかなと思っています。で、4年間って言いますけど最後の1年間は本当に大会の連続で練習する時間がほとんどなく、あと3年しか練習する時間がないのが現状です。で、次北京の時は22なんで、その時はさらにいい結果が出てメダル獲得ができる滑りを皆さんに、見せることができたらいいかなと思っています。で、進路の方は、この4月から大学へ進んで、はい、勉強しながらスノーボードを続けていく予定です。ありがとうございました。岩渕選手お疲れ様でございました。僕はとっても小心者なもんですから、オリンピックとかワールドカップなんかの国際舞台で押しつぶされそうなプレッシャーがあると思うんですが、そのプレッシャーをどうやって克服してパワーに変えてるのか。はい、私もあまり大舞台が得意な方ではなくて、緊張してしまいます。今日の挨拶でもそうなんですけど、もう人の前に立つことが苦手で、すぐ頭が真っ白になってしまうんですけども、今回オリンピックに行くにあたって、私飯山高校で菅平小中学校卒業後は飯山高校に進学しました。そこで出会った、顧問の先生が今思うとすごく私の中で影響のすごく大きかった恩師なんですけれども、恩師には大舞台に立つときに考えるべきことは自分の技術とかどうのこうのじゃなくて、なんでまずジャンプをやっているのか、自分が今やっていることの根源というかというところを考えてみると、すごくあたふたした気持ちもなくなって自分の持っている力を発揮できるよっていうお話をしていただいて、それをしっかり考えてから今回オリンピックに向かいました。すごく全く想像していたよりも緊張もなくて、すごくありのままの自分でいられたので、そんなところがポイントだのかなと思います。はい、本当にさっきもお話したんですけど、壮行会に行けなかったことがすごく残念だったんですけど、たくさん応援いただいているのも国旗にいただいたメッセージも見てすごく感じていたので、ぜひ皆さんに直接お礼がしたいなと思っていたので、今日は本当に良かったです。こんなにたくさんの人が来てくださるとは思っていなかったので嬉しいです。また嬉しくなりました。そうですね、やっぱり小さい頃からこう夢見てきた舞台に立てた、自分が立てたっていうところが一番くるみにとっては大きかったのかな
と思うと同時に、やっぱりいろんな方の支えがあってここまで来れたんだなっていうのをすごく感じていると思います。大学に通いながら、やっぱり拠点はアメリカになってしまうんですけれども、1年の半分以上は海外にいることになると思うんですが、まあ、できるだけこっちにいるときは大学に行って、でやっぱりいろんなそのオリンピックを目指している選手だとか、そういった人たちといろんなコミュニケーションをとって、うまくこう大学でやっていけたらなと思っています。まあ、さらに4年後の北京オリンピックでより多くの方にこう勇気や感動を与えられるような選手になってほしいと思います。じゃあセンター行きますよ。はい、センター集中。